今回は、ガブリエルをね、カルナで使ってみた感想を、まあ、今、紋章つけてね、こんなもんかって感じだけど、別に既存のキャラ、ベルフェゴールとペリビアとか、あそこら辺の方が、まあ強いかなっていう印象。ただ、いいとこもあって、その、超攻撃アップで、クラーケンがワンパンにできるキャラができたりするんでね、そこら辺はいいかなって思うけど、別に現状そこまで入れる必要ないかなってのは自分は思いましたね。まあ、もっとちゃんとワクワクを厳選してあれすれば、あれやったけど、今、過激密特急無印でつけて4000ぐらい上がっとうだけなんで、なんとも言えんけど、まあ、無理にはって感じかな。あと、そうね、ちょっと夜で 横が寝てて、音出せなかったんで、まあ音楽かけてますけど、ここもね、ちょっとめちゃくちゃ入るのミスって。まあ、強いのは強いんやけど、ここが最適かって言われたら最適ではない気がするかな。もちろん強いのは強い。周回するとかにしたら、まあ入れること、どうやろうな。自分の場合はね、ペディビアがちょっと、もう神化する、神化なんか適正の方にするのがめんどくさいんで、近畿用にしてるんでね。だけまあ、連れてっても、いいことはいいかなって思う。おらん人は、まあ、連れてってもいいかなって。アップしてもね、でも、ワンパンはできんのか。ガブリエに紋章つけるぐらいのやっぱ、ベルフェゴールにつけて、ワンパンできるようにした方がいいかな。それか、マリステンとかね、ワクワクちゃんとつけて、した方がいいかなって感じ。これはね、混乱状態やけど、まあ、こいつ違うんか。カルナでね、一番気をつけるのは、その混乱状態での動き方っていうか、もう混乱しとけって逃げ回ったら、まあ、死ぬことも結構あるんでね。まあ、HP と相談しながら、攻めるとき休みだ。こういうのはちょっとあんま良くないけど。まあ、ちょっと危ないって思ったんで、危なかったらもう SS 使って倒すなりね。もう重要かな。めっちゃずれたの。ベルフェゴール2体が一番無難じゃないかな。周回するんやったらもうワクワクちゃんと食わしてね。で、この面が結構鬼門で、もう一個の方のガブリエル連れてってみたけど、なんかいまいち、そっちの方がいまいちって。ああ、おや、まだこっちの方がいいなって思って。貫通で、ここは面はやりやすかったけど、そこまであっちでも必要性はあんまり感じんかったんで、ここはね、ほんと、最悪ここで一本使っても突破した方がね、もうとにかく倒しづらいんで、
も結構抜けんだよね、ここ。とりあえずもう間挟まりながら、もうここ回復も上の反撃モードで出よんで、結構ビビらず突っ込んでもね大丈夫だ。でボスか、まあいろいろガブリエルも連れて行ってみたけど、まあ多分どうやろう、強いけど、そのパラドックスだとね、あの神化ベースのが多分すごい強いなって感じるんやけど、こっちはどうやろう、強いけどなんか、うん、ガブじゃないとダメっていうのがあるんかな。ここちょっとね、もう反撃じゃねえや、混乱しとったんで、中リスク回避で、まあ、これでも混乱しても攻めたかな、混乱してねえんだ。これはこの弾との間にはまれた、吸い寄せられてはまったらね、本当はもう飛ばせたりするんですけど、今回はねちょっとできなかったんで、まあ、成功法になっちゃうんですけど、この今の雷がね結構ダメージ食らうんでね、食らう前に HP の管理とかできたら一番いいかな。これ斜め行ってもね、もう抜けるけど、まあある程度ダメージは稼げるんで、もうハマり行くのはね、こうなんていうかな、リスクが結構あるんでね、全くダメージ与えれないならもう確実にこうやってダメージ与えた方がね、ちょっとでも理想はやっぱ上にカンカンでハマるのが理想やけど。でここまずアイスマンか、アイスマン倒して、防御ダウンさせてから、何やったっけ、ジョルノロキアロギアかなんかにハマって倒して、ウォフ。でここもあのカルナは反撃モードで回復弾出してくるんで、反撃モードは絶対誘発した方がいいかな、しょっぱな忘れとって。で覚醒させたら雑魚呼び出しが入るんで、でこの段階で一体混乱させる。やっぱワン、雑魚ワンパンできるっていうのはすごいでかいなと思う。紋章、うん、紋章ありきの話になってくるけど、これ弾壊さな、全然当たらなかった、弾壊したらもうその回復が出てくるんで、それで回復しながらね、ここちょっと危なそうだったんで、回復込みの SS かな。倒し行ってもよかったけど、まあ1本あればね、ベルフェ、最後もベルフェゴールが勝てるん で、危ない時はやっぱ今みたいに縦貫してハートをなるべく踏めるようにしていったら回復できますね。で、ラス面か。ここも3体同時倒し。まあ全然倒せんかったけど。
まあ、ここ慌てんでもね、この5単位内に倒せばいいだけなんで、カルナのでかい数字のね。そしたら覚醒してまた、チャラなるし、そこまで慌てんでも。で、しっかり、混乱とかね、解いていってもいいかなと思うぐらい。この段階でまた混乱来て。で、座れた時に、この真ん中に居る時やったらもう、SS 溜まっとるのが、やったらもう、全然使って倒していっていいと思うんですけど、今回ちょっと座れる場所がね、そこまで良くなかったんで、で、もう結構削れたけど。で、ガブの2段階目か。行き過ぎたな。つけすぎだな、これでも角度。ああ、もうこんなもんか。これくらいかな。1本持っていけるぐらいね、力があればいいんやけど、まだ足りんかな。紋章もこれも極みつけとんやけど、こんなもんやもんな。全然入らんかった。最後に入ったか。まあ、こんな感じかな。そんなにでも必要かって言われたら必要じゃない感じ、ガブリエルは。まんまでのでもいいかな。ただ、いけるのはいけるってかね。キャラがいない人はもう連れて行っても全然十分戦力になるかなって。で、これで、ね、運極ちょうどなって。終わりました。なんと、周回には入れんかなって感じのあれでしたね。印象。バイバイ。